味方は普通科部隊、戦車部隊の戦闘を容易にするための火力支援を行います。国家部隊は広い地域に展開し、火力を集中して敵部隊や施設など一瞬のうちに制圧することができます。陣地侵入の様子をご覧ください。第2に侵入してきた2門の火砲は、各火砲と射撃準備に要する時間の違いを確認していただくため、あえて遅れて陣地に侵入しました。はじめに現在広場に展開している各火砲についてご説明します。向かって左側の黄色で表示された火砲は155mm 榴弾砲 FH70 で、陸上自衛隊の主力火砲です。その右側の青で表示された火砲は 203mm 自走榴弾砲で、陸上自衛隊が装備する最大口径の火砲です。これら2種類の火砲は仮に現在地から射撃しますと、熱海市付近まで射撃をすることができます。最後に侵入してきた火砲は救急式自走 155mm 榴弾砲です。この火砲は事故位置の標定、照準、弾薬の装填などが自動化されており、速やかに射撃準備を行うことができます。仮に現在地から射撃しますと、伊豆半島の伊東市付近まで射撃をすることができます。自動15流降落者両班砲位角5505射角2644回延続戦車。それでは救急式自走 155mm 榴弾砲に地表面で破裂する着圧射撃をご覧いただきます。なお一番右側の火砲は車体を目標に対して真横に向けたままの状態で、にも同時に射撃します。目標は三段山中央。